今日はですね、生活の知恵は大脳支配の動物としての人間ということで、子どもへの禁句という、教育上のことを少し整理をしてみました。人間は大脳支配の動物で、だからこそ、万物の霊長と言われまして、他の動物を圧倒的に支配しているわけですね。体の大きさを見ても筋肉の強さ、牙などは、他の動物に比べて、立派ではないというか、もう貧弱だと言った方がいいわけですね。それにもかかわらず、人間がライオンだとか、ヒョウといったですね、本当にこう、強い動物の上に立っているのはですね、ひとえに、人間の大脳の力なわけですね。しかし、この大脳の力が強いということは、良いばかりではなくてですね、都合の悪いこともあるわけですね。それの教育上の一番の問題をちょっとここでお話をしたいわけですけども、よくお母さんがですね、子供お子さんに向かって、あなたグズねと叱っているのを見るわけですね。こういった以外にもですね、何かこう子供をこう子供にこれダメじゃないのあなたというような方向で言うわけです。お母さんはもともと心配性なもんですからね。ですから、僕なんかちょっといい加減なんですが、心配性なもんですから、やっぱりどっちかって言いますと、なんかこう注意をするということが多いんですね。だけど本当はこれグズねという悪い方向を言うんじゃなくて、例えばですよ、こんな長く怒れないんですが、あなたもっと素早く何でもできるようにならなきゃダメよ、そんなにグズじゃみんなに負けてしまうわよというフルセンテンスを本当は言った方がいいんですね。でこのフルセンテンスのうち、おしまいの方だけ言うっていうのがお母さんの特徴で、何だったら最初の方言ったらどうなのっていうわけですね。つまり子供っていうのはですね、分かっていないから分からないんであって、分かっていてそういう行動をしないっていうことは、あんまりないわけですね。ですから分かってないので、お母さんが言うとその通りしようと思っちゃうんですよ。あなたグズねって言うとですね、あ、グズになったらいいんだなと思ってしまうんですね。そんなことはないと思うかもしれませんが、よく人の会話でですね、その語尾とかそこの人が本当に言おうとすることが分かるんじゃなくて、その人の言ったことを表面的にこう取ってしまうということは、我々大人同士でもあるわけですから、まして子供ですとですね、それから怒られたっていう感じもありますから、ちゃんとフルセンテンスを理解する、つまりあなたグズねと言われてですね、あ、これはグズというのがいけないんであって、素早くしなきゃいけないというふうに思う子供っていうんだったら、最初からもう素早くしてると思うんですよね。それにグズじゃダメよぐらいだったらまだいいんだけど、あなたグズねなんていう人がよくいるんですよ、お母さん見てますとね。そうしますと、それはグズはダメよだったらまだダメが入ってるからまだいいんですけど、グズねじゃですね、なんか肯定してるようにも取れるわけですね。ですから、これは簡単ですが、あなたグズねという代わりにもっと素早くやりなさいねと言った方がいいんですよ。ほとんど言葉変わりませんからね。これはですね、私このブログでも1回ぐらい取り上げたことあるんですが、赤ちゃんは常に誰もが意欲満々なんですよ。もうあれもしたい、これもしたいっていう感じなんですね。それからもう一つ非常に重要なのが、自己達成欲に満ち満ちてるわけです。例えば、ハイハイができたら嬉しい、言葉が喋れれば嬉しい、なんか食べれるようになったら嬉しいっていうふうにですね、自己達成欲があるんですね。つまり意欲満々であり、自己達成欲があるっていうのが人間なんです。ですからもしそのまま育てられればですね、その子が思春期になっても大学生になってもですね、意欲があって自己達成欲のある、素晴らしい子供になるんですが、こう言っちゃなんか悪いんですけど、それを毎日のように壊しているのが両親と学校の先生と私は思うんですね。昔は両親というかむしろ母親でした。今はちょっと逆転して父親がですね、口うるさい場合があるんですが、昔はですね、母親は口うるさかったんですね。それで父親がそんなこといいじゃないかとか言ってバランスを少し取ってたんですけども、現在では男性の女性化というかですね、女性化といったらよくないんですが、そういうことでですね、両親で細々と子供を叱ると、また学校っていうのはですね、学校の先生も気がついてる人いくらでもあるんですが、ものすごく子供の精神を圧迫するんですね。これは集団で勉強するっていう点から仕方がない面があるんですが、チャイムとともにつかなきゃいけない、お腹が痛くてもすぐトイレに行けないとか、いろんなですね、制約のもとでやりますから、やはり子供には相当なプレッシャーがあるんですね。で、だからといって、実はルーズに育てろとか、褒めて育てろっていうんじゃないんですよね。子供にはですね、なってほしいことを言い、
子供が全力でやっても失敗したときは、その失敗を起こるんではなくて、その失敗の原因が何かということを考えて、そっちに誘導、成功する方に誘導する。子供が何かを達成したときは褒めるとかおもちゃを買ってあげるんではなくてですよ、達成したことを子供と一緒に喜ぶということなんですね。つまり厳しく育て常に共感するっていうことなんですね。まあ、子供は親と共感したいんであって、子供は子供の人生なんですね。これがまあ教育の王道であると。でこれは私の勝手な推定ではなくてですね、これまでの教育の多くの先人たち、また最近の教育の先端的なところでも認められることでですね、特に特別なことではありません。まあ、2つのことですね。常に意欲がある、子供は意欲があるんだから子供を叱る必要はないんですね。まあ、叱るっていうかですね、厳しくは育てるんですよ。厳しく育てる、ダメなものはダメとか必ずきちっと言うと、それからそしたら何をしなさいっていうこともちゃんと言うと、それはきちっとやっていかない、厳密に厳格にやっていかない。それから決して何かを達成したから褒めたりおもちゃを買ってあげたりしちゃいけない。共に喜んであげる、共に喜んであげれば自己達成感は満足する。また次のものを自己達成しようと思う。自己達成感を10としますとね、おもちゃを買ってもらったらそれが5とか減るんですね。褒めてもらえば7ぐらいということで、まあ自分の自己達成感をですね、物に変えてもらうという、おもちゃを買ってもらうっていうのが誠に問題だと思います。今日はちょっと鼻がむずむずして、これは花粉症なのかもしれません。どうも失礼いたしました。